場所いつもね、あの森の中にもなってたので、屋根見ていただきますと、お屋根ですね、この辺から出て取れるこの岩ですね、岩こうやって一回斧でちょんと切り入れますと、シャーンとですね、綺麗に薄く切れるんです。もうね、正面にね、そう、氷がだいぶ溶けましたね。2年とか前、3年前でもずいぶん溶けてる。その下の岩のところ、岩って、はい、氷河です。ここも、やはり、普通の車、ガソリン車乗り入れ禁止で、全部、電気自動車です。というのは赤ワインより白ワインの方が多く生産をされておりまして、白の方が例えばですね、お値段が 5.5 フランだったら赤ワインは6フランとかってちょっとだけ高いというところもあります。場所によってはね、今グラスでって言いましたけど、グラスでですね。トイレ休憩とマルシェ、そしてその裏に池があり、風力発電の風車が回っています。このロータリー左手の方に行きますとイタリア側、そしてこの右側に行くとフランスになります。ここはまだスイスですね。国境はまだ越えないです。ちょうど今、待って、今9月の15日か、ブドウ狩りもしてます。収穫？早いね。やっぱりやっと早いですね。フランスだと10月。この右下はですね、マルティンというですね、マルティニという町です。ここはアルプスから流れ出た6本の川が合流しまして、ローヌ川に流れ込む地点に発達したですね、1527m の看板が右か左かどちらだったかな、左です、左、はい、こちら左ですね、下ちょっと目線下、 1527m あります。はい、ここからだとね、下っていきます。
このヨーロッパ最高峰のモンブランが見えるモンブラン山群ですね、望める。先は国境なんですね、フランスになります。昔はここでねパスポート検査などがありましたけど、今はもう何もない、スイスは EU には加盟しておりません。ですがシェンゲンというですね、ヨーロッパ行きできるというパスポートがなくても行きできるという協定を組んでいます。ですから私たちはハンローと何も言わずにも行きます。はい、フランスへどうぞ、ようこそおいでくれ、ようこそおいでくださいましたですね。で、今までと違うのは皆さん、お金がユーロに変わりました。お金、これからユーロです、スイスフランを使おうとしたらお札は受け取ってくれたりするところもあります。でもお釣りがスイスフランのコインがない場合はユーロがのコインがですね、ユーロのコインが来ます。皆様ですね、明日は歩いてホテルからだいたい歩いて約15分ぐらいでユニミニのケーブル乗り場、ロープウェイ乗り場に到着です。